ダナン氏は、ベトナム中部の中央直轄市。ベトナムの主要な港湾都市である。行政的にはロックに県に分かれる。普通領インドシナ時代には、トゥーランと呼ばれ、中国語では、港と呼ばれる。アレクサンドル・ドゥロードによるベトナムの地図現在の地名である、ダナンは、チャム語のダナクが語源であるとベトナム人に広く認識されている。他にも、 チャンパ王国の専門家のフーチャムによるチャム語のダックナンとする説やバンモンによるラグライ族のダナングとする説がある。以前はクアハンと呼ばれており、フランス統治時代のトゥーランという名称は、これがなまったものが語源と言われている。アレクサンドレ・ドゥロードが1650年に発行した地図には、すでにクアハンという記載が見て取れる。また、17世紀にはケアン・ケイ。 エッチアエヌという別名が、ハイワンのふもとを指す言葉として使われた。ダナン近郊にある五行山街の起源は、西暦192年の古代チャンパ王国に遡る。チャンパ王国の最盛期には、笛から分タウまでが勢力圏であった。インドラピタは、西暦875年から1000年頃まで、チャンパ王国の首都であった。そして、現在のダナンの地域には、 シムハッピュラの町があり、それが考古学遺跡のチャーキエウと世界遺産ミーソン聖域になったとされる。10世紀後半の西暦982年にはインドラペタの王はハノイ周辺の王国王号へと争うようになり、王子の王、ハジムカンにより侵略され、西暦1000年頃に滅びた。王子によるチャンパ王国の侵略は11世紀後半まで続き、チャンパ王国は 李朝に北部の三つの領地を差し出すことになった。ほどなくして、ベトナムの農民は、旧チャンパ王国の荒れ地を水田に開墾しながら、沿岸部の狭い平野を南へと進むことになった。この大越の南進は、数世紀続き、15世紀の終わりには、旧チャンパ王国の大部分の領地を併合していった。17世紀のチャイア新緑による高鎮国と高図鑑に、 描かれたダナン16世紀には港南政権の主婦、笛の外交ホイアンでは南蛮貿易が行われていたが、ダナンは商業村に過ぎなかった。18世紀になるとトゥボーン川の河口にあるホイアン港が上流から運ばれた砂の堆積によって次第に使用できなくなったため、半川の河口にあるダナン港が成長し始めた。1835年、現地の民命ミカドは、 すべての欧州船にダナンに入港するよう直令を発したため、ダナンがベトナム中部最大の港となった。トゥーランの地図フランス軍による侵略1847年4月15日、フランス人宣教師が迫害されているとの一方的な理由で、フランスの交易船がダナンを砲撃したダナンの戦いが発生。1858年9月、ナポレオン三世の命令により、 フランス・スペイン連合艦隊がダナンに侵攻し、コーチシナ戦争が勃発。ベトナムの多数の領地がサイゴン条約により、フランスにより奪われた後、トンキン戦争を経て、1887年10月、フランス領インドシナ連邦が成立した。1889年、フランスのインドシナ総督府は、ダナン氏をクアンナム省から切り離し、トゥーランと命名して、ハノイ、サイゴン、 ハイフォン、フエと並ぶ五大総督直轄地の一つとした。20世紀初めのトゥーランはインフラが整備されて、食品化工業や造船業が発達し、ハイフォンやサイゴンと並んで、ベトナムの主要貿易港となった。1965年3月、ベトナム戦争の際には、朝鮮戦争以来のアメリカ海兵隊が上陸して、現在のダナン国際空港の場所に大規模な、 米軍基地を建設し、1967年には中央直轄市となった。1968年の旧正月に南ベトナム解放民族戦線がダナン中流米軍に大攻勢をかけたテト攻勢はベトナム戦争の激戦の一つである。ベトナム戦争後、ベトナム民主共和国のダナン市はクアンナム省と合併してクアンナムダナン省となった。ダナン市には空港、港 倉庫、銀行、工場などが次々に建設され、大規模な産業都市に発展する。1996年7月6日には再び、クアンナム省から分離して、中央直轄市となり、現在に至る。ダナンは、ハノイの南7 5 9キロメートルホーチミンの北9 6 0トルに位置する、ベトナム中部で最大の都市で、西側を山に囲まれ、 東側は南シナ海に面している。ダナン市の境界は、北はドゥアティエンフエ省、南西はクアンナム省、東は南シナ海からなる。ダナンは地質学的には古生代の終局地形で石炭紀前期にできた地温村作り山体として知られる。地形的には険しい700から1500メートルの安南山脈が北から北西に伸び、 海岸部は白い砂浜と塩分を含んだ土地が南から東に広がっている。ダナンは熱帯モンスーン気候に属し、9月から3月が台風シーズンと浮き、4月から8月が寒気の2つの季節に大きく分かれる。気温は高く年間平均気温は摂氏25.9度。 年間の平均湿度は81%、平均降水量は1505ミ、mm、リメートル、年間の日照時間は2156時間である。自然災害、編集平成21年台風第16号による広範囲の洪水に襲われたダナンの様子ダナンは南シナ海を通る台風の影響を受けやすく、2006年には台風15号が笛付近に上陸した。 ダナンでは26名が亡くなり、家屋や森林、電柱が倒壊し、主要道路で洪水が発生した。ダナン市当局の出産では、5000戸の住宅が流され、16万6000戸が損壊、19隻の船が沈むなど、2億ドルの被害があったとされる。3年後の2009年には、台風16号がダナンの3 0トル南に上陸し、 再び広範囲の洪水を引き起こした。ダナンでは8人が亡くなり、96名が負傷し、2500万ドルの被害があった。大規模な津波を引き起こした2011年の東日本大震災の直後には、市内の10カ所の津波警戒ステーションの設置が承認され、警戒ステーションが津波発生の少なくとも30分前には、警報を発令する体制を整えている。 これはベトナムでは初めてのことであった。ベトナム気象庁地震津波警報センター長のル・ホイ・ミンによると、マニーラ海溝で M8 を超えるような巨大地震が発生した場合、ベトナム全土の海岸、特にダナン付近で深刻な津波被害をもたらす可能性があるとしている。ダナンはベトナムで5番目に人口が多い都市で2011年現在、 面積は1255.53平方キロメートル、人口は95万1700人で、人口に占める女性の比率は50.7%である。人口増加だなんの人口は2005年から2011年に、毎年2.5%から3.0%ずつ増加しており、国全体の平均人口増加率1.0から1.2%を大幅に上回っている。 2010年には一時的、これは南部工業都市のビンズオン省、ドンライ省に次いでベトナムで3番目に高い人口増加率である。ダナンの自然人口増加率は国平均をわずかに上回る程度である。2011年の出生率は1000人あたり18人で、死亡率は1000人あたり6.7人だった。平均寿命は2009年の国勢調査で女性が77.4歳。 男性が72.4歳。入児死亡率は、出生数は1000人あたり9.9人で、ベトナム都市部の平均より2ポイント弱高かった。都市カダナンは、現在ベトナム中部地域経済の中心として、ハブ公安の建設計画や、貿易拠点の整備計画が進められている。また、都市計画の推進や周辺都市の建設計画も、同時に進められている。 2009年現在、ダナン人口の86.9%が都市部に住んでおり、都市部の人口増加率は3.5%である。ベトナムの地方行政区画も参照ダナンは、ベトナム中部の産業の中心であり、2007年の人口一人当たりの GDP は、ホーチミン、ハノイ、ビンズオン省、ドン内省に次いで5位であり、1900万ドンであった。 2009年にはさらに2730万ドンにまで増加した。ダナンはベトナム商館の競争力指数ランキングをリードしており、整備されたインフラ、良質な労働トレーニング、小取引の透明性、省の革新的なリーダーシップ、安い初期投資コストなどの要因により、2008年から2010年には3年連続でビンズ温床についで2位であった。 ダナンは大都市であるにもかかわらず、2007年現在3万7800人が農業、林業、漁業に従事し、4万5000トンの米と4万1000トンの魚を生産している。しかしながら、ダナン地区の雇用は2000年代には明確にマイナス傾向にあり、総生産は2000年代後半に減少している。ダナンは農地が不足しており、海に面した土地であることを考えると、 農業よりも漁業がより経済に貢献していると言える。ダナンの産業は多様化しており、機械、電子、化学、造船に加えて、水産物、繊維、医療、電ガ、肥料、セメント、石鹸、製紙、医薬品などが近年盛んであり、さらに多様化が進むと予測されている。エアバスグループは、ダナンに航空産業に特化した工業団地を計画している。 2007年現在、ダナンの産業の大半は国営化されており、総生産の57%を占めるが、2000年からほぼ同じ割合で推移している。興味深いことに、国営産業の80%以上は、ハノイ本部からの中央直轄となっている。総生産の残り半分は、外資系企業によるもので、国内の民間企業は依然として、小規模で、国営企業に比べて、 シェアを伸ばすことができていない。2000年から2007年にかけて産業は年間平均14.8%成長し経済発展の原動力になっている。しかしながら経済成長率は南中部海岸では会員保安省に次いで2番目に低い。雇用率は平均5.75%の成長で2007年には118,900人が就労している。 半市場の様子半市場は、ダナンのメインマーケットで、半川の西側の繁華街のトランフ通りと、爆弾通りの間に、歴史的にも古くからある。半市場は、サイゴンのベンタイン市場と同様に、衣服、シルク、宝石、花、コーヒー、紅茶、ワイン、蛇酒、ドライフルーツ、魚、などの様々な商品が、複数の商店によって売られている。ダナンでは、 ビーチ沿いのハイアットリージェンシーダナンリゾートスパ五行山のオーシャンビラマリオットホテルをはじめとしてたくさんの施設が建設中である他の大規模な開発プロジェクトとしてはダナン市の北の海岸に造成中の干拓地にダフオック国際ニュータウンが建設中であるこれはベトナム中部では初めての干拓プロジェクトであるダフオックのプロジェクトは ホテルや33階建てのホテルや60階建てのオフィス、小規模なリゾート、ゴルフコース、マリーナ、別荘やインターナショナルスクールなどを含んでいる。五行山の洞窟へ続くモンバナヒルズのロープウェイ論教ダナン花火大会半側の東側はビーチリゾートが並び、西側にはダナン市庁舎、ダナン博物館があり、高級ホテル、レストラン、カフェが並ぶ。半市場と 今市場が市内の2大マーケットであり、どちらもダナン大聖堂の近くにある。中部ベトナム料理の中でもとりわけ、ダナンの料理は、ベトナム全土で広く知られており、国際的にも知名度が向上している。有名なダナン料理は、などがある。ダナンのサッカーチーム SHB ダナン FC が、V リーグ1でプレーしている。ランキング上位のチームであり、2009年には、V リーグ1のチャンピオンになり、 同年ベトナムカップでも優勝した。2010年には、AFC チャンピオンズリーグ東地区のプレーオフ、準決勝で敗退したが、AFC カップにも参戦し、ロスタイムでベカメックスビンズオンを破り、準々決勝まで進出した。ダナニ FC の選手は、ベトナム代表チームでも活躍しており、ディフェンダーの V、ハウオンクワングやミッドフィールダーのファントン・ H、NG などがいる。 ダナン FC はハイチャーウクにある3万人収容のチーランスタジアムを本拠地としている。ダナン大学ダナンには複数の大学があり、市内、郊外にキャンパスを構えている。市内には17の高校があり、中でもルクイドン高校はベトナム全土の有料校の一つに指定されている。ダナンには海外の教育機関の大規模な施設もある。フランス政府留学局は フランス語の教育やダナン市周辺の学生にフランスで高等教育を受けさせるサポートを無料で行っている。イングリッシュランゲージインスティチュートはオーストラリアのクイーンズランド大学による教育センターで ILS の実施など英語教育を目的としている。他にもシンガポールインターナショナルスクールなどがある。ダナンには以下の病院がある。急性呼吸休泊症候群は 別名、ダナン廃傷と呼ばれ、ベトナム戦争時に、ダナンの医療機関で多数の症例が報告されていることから名付けられた。ダナン国際空港の新ターミナルの前の、ベトナム航空機ダナンは、ベトナム、ラオス、タイ、ビルマにまたがる、東西経済回廊の道路の終点である。空港、編集ダナン国際空港ダナン国際空港は、ダナンの中心部にあるベトナムで3番目に、 大きい国際空港で中部ベトナムの玄関口である。ダナン国際空港は、ベトナム戦争中はアメリカ空軍基地としても著名で、当時世界で最も発着数が多い空港であった。2011年6月現在、ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ビン、バンメトート、ダラット、ニャチャン、プレイクなどへ国内線が就航しているほか、広州、シェムリアップ、シンガポール、 台北に国際線が就航しており、2011年12月16日からは、エアアジアが週4便のダナンク・アラルンプール便を就航させた。新しい空港ターミナルは2011年12月にオープンし、プノンペン、タイ、香港、日本、韓国便を就航した。2017年5月9日には、第二ターミナルがオープンし、国際線専用のターミナルとして稼働を開始。 第一ターミナルは国内線専用となった。鉄道、編集道路、編集廃盤峠廃盤トンネルダナンには、北はハノイから中部の南はホーチミンまでを南北に縦断する国道 1A 号線と中央高原をラオスまで東西に横断する国道14マイト号線が市内を通っている。廃盤峠はダナンとトゥアキエンフエショーを隔てる峠で、 国道 1A の旧道であるが2005年には廃盤トンネルが開通した。廃盤トンネルは全長 6.28km で東南アジアでは最長のトンネルとなっている。トンネルの開通により曲がりくねった廃盤峠を通るよりも30分から1時間の時間が短縮され通行者の危険が減らされた。他にもダナンとクアンガイを結ぶ高速道路が計画中である。 半川とその支流には、複数の橋がかかっており、川口から南へ、順にトアンフック橋、半川橋、ロン橋、チャンティーリー橋、ティエンソン橋、グエンバンチョイ橋などがあるが、2009年に開通したトアンフック橋はベトナムで最長の釣り橋である。ロン橋は、ダナン国際空港から、市内東側のミイケイビーチやノンルオックビーチへ向かう、最短ルートとなっている。港湾 編集ダナン港ダナン港のティエンサコンテナターミナル、ダナン港に停泊中のレジェンドオブザ、シーズ号ダナン港半化は川口部から、ダナン湾内の沿岸部にかけて、一般雑貨、コンテナ貨物、木材、チップ、セメントなどのターミナルが設けられている。港湾施設は当初川口部に建設され、サイゴン港やハイフォン港などの他のベトナムの主要港と同様に河線港であったが、拡張により、 ダナン湾沿岸部に新たなターミナルが建設されたことで外要と直接アクセスできる開港となった。入出港水路の推進等の制約が少ないという工場圏によりベトナム中部における主要外防拠点となっている。ダナン港はホーチミン、ハイフォンに次いでベトナムで3番目の大きさの港である。ダナン港は2008年には270万トンの荷物を扱い、 そのうち120万トンは輸出、52万5900トンは輸入、98万5600トンは国内貨物であった。同年には2万9600人以上の旅客がダナン港を利用したが、前年よりも大幅に増加した。ダナン港はティエンサターミナルとソンハンターミナルの2つのエリアからなる。ティエンサターミナルは最大喫水十一メートルで貨物船や 大型客船などの4万5千10両トンまでの中型タンカーが利用可能。ソンハンターミナルの12海里以内は最大喫水6から7メートルで5千10両トンまでの船が利用可能である。ベトナムナショナルシッピングラインズがダナン港を管理している港のインフラは旅客船用に設計されたわけではないが多数のクルーズ船がダナン港に停泊し、その数は近年増加している。 2010年の1から2月だけでも、12隻のクルーズ船が6477人の乗客をダナン港へ運んだ。海軍や海上警察の根拠地も置かれており、艦船の増収施設もある。2017年6月、ベトナム海上警察との日越合同訓練のため、海上保安庁の巡視船、エチゴが入港した。2018年3月5日、米空母、カール・ビンソンが、 ダナン港期に停泊した。ベトナム社会主義共和国政府ダナンシポータル現地、日本語メディアダナン観光ガイドビニエーホ、ベトナムニュースその他ダナンに関連する、チリデータマイナスオープンストリートマップウィキトラベルには、ダナンに関する旅行ガイドがあります。g o グーグルマップダナン。ありがとうございます。